ガーデンシティ小倉は、福岡県北九州市小倉北区慶長にある複合ビルである。小倉駅小倉城口東側エリア一帯約0.6ヘクタールの区域の市街地再開発事業である小倉駅南口東地区市街地再開発事業として、総事業費約138億円をかけて建設され、2019年9月17日に開業したビルは、 地下1階地上24階建てで、竹中公務店が施行。1階2階は、小倉駅前郵便局など、店舗や交番、北九州市の行政サービスコーナー。3階から6階は、金融機関などのオフィス。8階から24階は、マンションとなっている。収容台数約370台の立体駐車場を併設し、1階には、東西方向の自由通路を設置。 二階は小倉駅前のペデストリアンデッキと接続している。再開発以前の区域内には老朽化した郵便局や銀行支店、雑居ビルなど立ち並び、小倉駅に隣接する立地でありながら、土地の高度利用が進んでいなかった。1997年、指導の拡幅計画が持ち上がったことをきっかけに、地権者が再開発の勉強会を開始し、2000年に、 再開発準備組合が設立された。準備組合は当初、オフィス用途を中心とした15階建てビルの建設を計画し、2007年に都市計画決定を受けたが、翌2008年に発生したリーマンショックから始まる世界金融危機の影響で、オフィス需要が低迷したことから計画は見直しとなり、複数の提案の中から検討した結果、2013年に、 マンションを含む複合ビルへと計画変更した。計画決定を受け、2016年3月15日に、地区内にある建物旧棟の解体工事に着手。同年8月19日に、ビルの起工式が行われた。マンションは、積水ハウスが販売し、北九州市内では、珍しい1億円を超える部屋も含め、2018年6月と9月の分譲で前後に、 申し込みがあり完売した。着工時点では2019年5月の完成を予定していたが実際には同年9月4日に竣工完成式には北九州市長の北橋健二も参加した。広報資料、プレスリリースなどありがとうございます。